こんばんは。大体日曜日の恒例サンデイブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデイブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。最初に告知をさせてください。明日夜9時からのアベマプライムにコーナーゲストとして出ます。さらに水曜日は虎ノ門ニュースに出演します。どちらもぜひご覧ください。さあ、ということで本題の朝日新聞の論調に入っていくことにしましょう。今週の最初はおなじみの高橋淳子さんの多事総論です。政権批判の気持ち悪い文章に定評のある高橋さん、今回は一体どんな作品が生まれたんでしょうか。待望の最新作は18日の朝刊に掲載されています。高橋さんは萩生田さんが、文部科学大臣になったことについてお怒りの様子です。まあ、要は加計学園がどうこうって話ですよ。自己正当化欲求に取りつかれると人は反省せずに上塗りする。先の大戦も様々な人間による様々な局面における様々な上塗りによって引き起こされ国家を破滅へと導いたのだ。おっと、愚衆に釣られてつい寄り道をしてしまった。上塗りの本丸はもちろん現政権である。ことあるごとに問題は終わっていないと言われることが許せない。ゆっくりと火が消えゆくのを待ってなんていられない。適切な言葉遣いとは言い難いことを承知の上で言うと、政権がとどめを刺しに来た感があるが、そこまでやるのは裏を返せば終わっていないと諦めずに声を上げ続けてきたからこそ。そして上塗りは抵抗しても無駄ですよという政権のメッセージ、主権者に対する一種のマウンティングでもあるから、国会で街頭でますます声を大きくしていかねばならない。政権が進めているのは秩序からの逸脱ではなく秩序そのものの撹乱だということを肝に銘じ、骨に刻んで、浜の政子は尽きるとも世にバカな野郎の種は尽きまし、でも諦めない。過ちを認め、謝るべき人が謝り責任を取って辞める、そんな当たり前の政治を取り戻すのだ。今回も力作ですよね。まあ、長々と書いてましたけど、平たく一言で言うと安倍辞めろってことでしょう。毎回そうなんだけどね。何ですか、自己正当化欲求とか反省せず上塗りとか、朝日新聞のことかな。慰安婦誤報の訂正記事にしたって他の新聞もやってたとか言ってさ、それ自己正当化してたじゃないですか。全然自己正当化欲求抑えられていませんよね。こういうこと書いたら確実に突っ込まれるのに、それを書くことを抑えられない。まあそんな感じですよ。以前も言ったかもしれませんが、高橋さんって安倍という強大な敵と戦っている、今は生き生きとしてますけど、安倍政権終わったら喪失感で逆に倒れるんじゃないでしょうか。心配になってきますよ。これは安倍が全般に言えますけど、安倍政権が続いているのは野党が批判の受け皿に全くなっていないというのも大きい点です。一度民主党にやらせてみたけど全然ダメでした。その後名前は変わるわ、分裂するわ、もう誰がどこにいるんだかさっぱりわかりませんよ。立憲民主党も国民民主党も何をしたいのか全くわかりません。分裂したのに結局また会派組んでやってくってさ、もうアホかと。あんなのね、数だけ合わせても政策も何もないんだからさ、意味ないんですよ。ドラクエで例えるならマドハンド、いやスライムが仲間を呼ぶんだけどキングスライムになれないみたいな感じかな。スライムに政権運営はできません。でも面白いからいっそのことね、もう共に民主党として再スタートしたらいいんじゃないでしょうか。朝日新聞は民主党政権というのを再評価させたいのか社説を書いています。10年前の今日、民主、社民、国民新の3党連立による鳩山由紀夫内閣が発足した。総選挙で野党第1党が単独で過半数を得て政権が交代したのは戦後初めてだった。民主党政権は3年3ヶ月で幕を閉じたが、有権者に選択肢を示し政治に緊張感をもたらす政権交代そのものの意義を忘れてはなるまい。一連の混迷の反動で政治に安定を求める民意が今の安倍一強を支えている側面は否定できない。民主党政権の失敗のツケは大きいと言わざるを得ないが、安倍首相が繰り返す悪夢という決めつけは一方的すぎる。民主党政権が目指し成し遂げたものを冷静公平に評価しなければならない。それは個別に見たら、まあ、全否定はしませんけども、全体的にボロボロだったっていうのは間違いないでしょう。経済的にもひどかった。震災もありましたが、やる予定のなかった増税をやると
言い出して、それが尾を引いて今に至っているわけでしょう。まあ増税についてはダメだって分かってでも止められない安倍政権にも問題がありますけどね。今も内閣改造だとかさ、その人事でいろいろ言われるじゃないですか。で、民主党政権なんてもっとすごかったでしょう。例えば菅政権では韓国の反日デモに参加していた岡崎富子が国家公安委員長でしたからね。いや、あんたそれ絶対ついちゃいけないポジションっていうか、監視される側だろうっていうね、そういう人がなるっていうのはおかしいですよ。そんな民主党政権を生み出してしまったという意味で、我々国民っていうのは猛省すべきじゃないかとも思います。朝日新聞は対抗軸と言っていますよね。これ確かに重要なんですよ。でもそれは共に民主党の人たちではなり得ないと思います。朝日新聞が最重要視しているのは安倍政権を倒すっていうことですよ。だから野党を応援するという意味で、21日の社説でも統一会派にエールを送っています。一強多弱と呼ばれる国会に緊張感を取り戻す契機としなければならない。民主党から民進党を経て分裂した立憲民主党や国民民主党などが国会で活動を共にする統一会派を結成することで最終合意した。衆院117人、参院61人の勢力で、衆院では第2次安倍政権発足以降最大の野党会派となる。6年9ヶ月に及ぶ長期政権のおごりと緩みは明らかだ。先日の内閣改造で加計学園の獣医学部新設問題への関与が取り沙汰された萩生田光一氏を文部科学省に起用した人事など、その典型だろう。国会運営においても野党による臨時国会召集や予算委員会の開催要求を一顧だにせず、立法府の行政監視機能を空洞化させてきた。その責任の一端がバラバラな野党の非力にあったことは否めない。今回の結集の力をバネに政権の権力行使を厳しくチェックする野党本来の役割を果たさねばならない。結集の力をバネにと言いますけれども、あの二つが合流するっていうのは、それバネっていうよりもう伸びきった針金でもう突き刺さるぐらいじゃないでしょうか。あれって分裂した前科がありますから、やっぱ期待できないんですよ。何しろ政策的な理念があるから結集したっていうわけじゃなくて、ただ安倍を倒すっていうだけでしょ。だから安倍総理というボスを倒すと目的も何もなくなってしまうわけですよ。そんなのが政権を取ったらさらに国民を混乱させるだけでしょう。民主党は一度失敗しています。だからそれを覆すような活動が必要になりますよね。まあ難しいですよね。もう可能性は限りなくゼロに近いというか。さて、ここからは笑いのふるさと韓国の話題に行きましょう。17日に掲載された世論調査は興味深いですね。お年寄りほど韓国が嫌いだとか。14、15日に朝日新聞社が実施した全国世論調査で日韓関係について尋ねた。韓国への好を聞くと、韓国を好きは 13%、 嫌いが29%、 どちらでもないが 56% だった。18から29歳は好きが 23% で嫌いより多い。嫌いは高い年齢層に多い傾向が見られ、70歳以上では 41% が嫌いと答えた。安倍政権の韓国に対する姿勢については評価するが 48% で、評価しないの 29% より多かった。韓国を好きな人では評価する評価しないともに 39% で割れた。朝日新聞の調査でこれですからね。若い世代は K-POP とかの影響で印象がいいのか、好きもそれなりにいます。ただそれでも 23% ですからね。30代以上は全て嫌いが上回っています。そしてお年寄りほど韓国が嫌いだと、70代になると嫌い 41%、 好きはたったの 7%。 これも様々な要因が考えられるでしょう。報道に影響されてるんだとかね。確かに新聞もテレビも最近韓国の話題が多いですよね。朝日新聞なんかは喧嘩がどうだって言いますけど、まあ、テレビとか新聞ってそんなんでもないですよ。韓国が飛ばしまくってるから量が多いっていうだけで、お年寄りは割とテレビとか新聞見るじゃないですか。それでニュース見て事象だけ捉えていっても、やっぱ韓国やばいんじゃないかって思いますよね。韓国に根本的な問題があると思いますけれども、朝日新聞としてはそのこういったね状況を理解できないというか、やめさせたいんでしょうね。16日、喧嘩とメディア反感煽る風潮憂うと題して社説を書いています。戦前戦中、朝日新聞はじめ各言論機関が国策に沿い米英などへの敵対心と中国朝鮮などへの蔑視を国民に植え付けた。その過ちを繰り返さないためにも政権との距離感を保ち、
冷静な外交論議を促す役割がメディアに求められている。自国であれ他国であれ、政治や社会の動きについて批判すべき点を批判するのは当然だ。ただ論議の礎にはあらゆる差別を排し、健全な対外関係を築く視座を揺るがせてはなるまい。朝日新聞なんて政権と距離感取りすぎて韓国側まで行っちゃってますからね。目線がね、毎回韓国側なんですよ。他国への蔑視っていうのは書くべきじゃないですけれども、おかしいものにはおかしいと言わないとおかしいですよね。朝日新聞は韓国に問題がある時でもなんとか日本も悪いことにして両成敗に持ち込もうとするでしょう。そういうとこがダメなんですよ。朝日のような報道が逆に韓国への反発を高めているんじゃないでしょうか。朝日新聞は安倍叩きと韓国用語に邁進しています。読者投稿にも届いていますね。こちらは2年前から K-POP にハマっているという中学生から寄せられた声です。このままだと関係はより悪くなっていくだろう。食い止めるにはお互いが本当の歴史を知る必要がある。今こそ歴史を振り返り新たな一歩へ進むチャンスだと考える。いやそれね、やめた方がいいよ。歴史をまともに振り返ったら韓国とはちょっとってなるでしょう。別に無理して仲良くまではする必要ないと思うんですよ。人間関係でもどうやっても合わないっていう人いるじゃないですか。そういう人と表面上の付き合いはできたとしても仲良くっていうのは難しいですし、無理にやればストレスになるだけです。国同士で考えると地理的な関係で、まあ、遠くに行けないじゃないですか。だから仲良くはできなくても、まあ表面上の付き合いぐらいでいいんじゃないでしょうか。韓国も反日ばっかりやってストレスだと思うので、まあお互いのために離れるっていうのが一番いいでしょうね。毎回思いますけど、高橋純子さんのあのセンスっていうのはすごいですよね。どうやったらこの言語センスを身につけられるのか、すごいなとは思うんだけども、これを自分でじゃあこういうの書きたいかっていうと、それは別問題なんだよね。高橋先生の次回作に期待したいというところで、今日の動画は以上です。チャンネル登録ぜひお願いします。